宇宙、今日はですね、小林製薬ね、ユニークな、様々なですね、サプリだったりとか、健康器具みたいな、健康食品みたいなものをですね、作って有名な、小林製薬 CM でね、目にすることも多いと思いますけれども、こちらが、作ったですね、製造した紅麹、サプリがですね、腎臓、病を引き起こしてですね、大きな健康被害を引き起こしているとされる問題でですね、今世間が揺れております。実際にその紅麹サプリを取った方が亡くなられた、ここの紅麹サプリとその亡くなられたことに関する因果関係は、今のところは完全に解明されているわけではありませんので、まずですね、科学的にこれ、検証する必要がある。何でもそうなんですけど、よくね、新型コロナウイルスの時にワクチンを接種したら、死んだとかですね、そういう話ありましたけど、新型コロナウイルスのワクチンなんて何千万人も接種してるわけですから、その直後に偶然別の理由で死んでる場合も当然あるわけで、これ HPV ワクチンの時もそうでしたけど、思春期の女性に接種するので、思春期の女性特有のですね、倦怠感だったりとか体が震えるみたいなホルモンバランスが崩れることによる、疾患、精神的な疾患、そういったものがですね、HPV ワクチンのせいだというふうに誤認されて副反応問題というのが起きましたけれども、こちらの方実際に名古屋スタディといって、大規模1万人以上の、接種した人と接種してない人の比較をして有意差がないということが証明されたので、HPV ワクチン積極的勧奨定期接種復活しましたけれども、今回の件もですね、まずはこれ慎重に考える必要があって、もちろん可能性としてね、この、紅麹サプリがですね、腎臓病を引き起こしてですね、死亡につながっている可能性ももちろん否定できないので、当然消費者庁とかですね、各関連官庁がですね、あるいはその会社が一旦この製品の出荷をやめる。これは必要なことだと思いますけれども、最初から犯人扱いするのはいかがなものかと、そういったところはですね、一旦釘を刺しておいた方がいいのかなというふうには思います。ちなみにですね、この、麹カビは麹カビなんですけれども、この紅麹っていう麹はですね、例えば日本酒作りに使われている、麹菌とは全く違うものです。日本酒作りとか焼酎作りに使われている、黒麹、白麹、いろいろありますけれども、こういった麹はですね、実は、お醤油でもそうなんですけれども、科学的に、カビ毒を発生させないということがですね、要は、毒性のある物質を作らないということがですね、遺伝子的にですね、解明されておりまして、多分ね、いつかね、以前ね、ヨーロッパ、EU なんかでですね、輸入が制限されたことがあると思うんですけれども、最終的にその、麹菌の遺伝子を解析することによって安全ですよということが証明されております。ただ、紅麹の場合はですね、シトリニンというですね、腎障害を発生させる可能性、発生させるですね、毒物が、生成されることがあります。ただ、小林製薬側はですね、この遺伝子が欠損している麹を使って製造していたし、実際にその製造されたロットからシトリニンはですね、この健康被害を及ぼしたというですね、ロットからはですね、製造ロットからはシトリニンは検出されなかったというふうに言われておりますが、これ実際ですね、酵素等が作り出すものなので、酵素ってなんかレゴブロックみたいな感じで、要は、複雑な立体構造の中に何かしらの物質がガボンと入るとですね、それがグニグニって動いて、で、代謝される新しい物質が出てくるわけですけれども、そう考えるとですね、シトリニンは作らないけれども、それに似た化学物質を生成している可能性はある。あるいは、紅麹菌ではない他の菌がコンタミネーションといってですね、そこに入っていて、それがその腎障害を引き起こす毒物を生成している可能性もある。さらに言うとですね、全然違う原因で亡くなられている可能性もあるということで、現段階でですね、この紅麹サプリが原因であるというふうに断定することはできないので、その辺は慎重に、
考えられた方がいいなというのと、もう一つはですね、サプリメント機能性表示食品って、なってますけれども、まあまあ、はっきり言っておまじないみたいなもんでですね、まあ聞くのか聞かねえのか微妙だよね、でも聞くんじゃねえのみたいな、聞きそうだよねみたいな、その程度の、食品なので、明確なその、エビデンスのある、薬効を求めるんであれば、ちゃんと医師に処方された処方薬だったりとか、薬局でレコメンドされたお薬を使われた方がいいんじゃないかなと思います。血圧を下げる薬とかですね、他にちゃんとあるんで、病院で処方してもらった方がサプリを飲むより健康被害の 確率は下がると思います。処方箋とかね、処方薬なんかって本当に全てのリスク情報っていうのは、その薬を買った時に、別紙でちゃんとついておりますので、副作用がどれぐらいの確率を起こるのかとか、大規模な調査をした上で、大規模な治験って言ってですね、実際に、人間が、その薬を飲んでですね、ちゃんと治験をした上で、それも結構な人数飲んでですね、治験をした上で、それで薬としてリリースされておりますので、機能性表示食品サプリを飲むよりは全然安全性は高いと思います。もちろんゼロリスクってのはないので、その辺は自己責任とはなるんですけれども、信頼度は、まあ、確率でしかないのでね、その辺は留意していただきたいなと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。行ってほしい。ドコモ、au、ソフトバンク、どれでもつながる堀江の Wi-Fi、 タイ、韓国、アルバニア、どこでもつながる堀江の Wi-Fi、 堀江の Wi-Fi で行ってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、行ってらっしゃい。インターステラテクノロジーズでは、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております。